分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ、何かあった時にはきっとこのお守りが私たちを助けてくれることでしょう。それでは出発。さあまずやってきたのは雨の森です。お、あちらに見えるのはモルフォチオ、世界最大級の蝶だと言われています。とーっても大きいでしょう。あの対日はワニたちに空の飛び方教えてるんですよ。では空を飛んでみたいという方、はーい、そんな方ここで降りてワニと一緒に授業を受けていただくツアーもございます。お、あれはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳、彼らは視力が良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。じゃあ左のゾウさんにパオンと挨拶しましょう。せーの、パオン。ちゃんと答えてくれました。あら、これは大変。あのゴリラピストル持ってる。ちょっともっと驚いて。さあ、それでは皆さん、前方のゴリラを見てください。私じゃないですよ。誰ですか、私のゴリラ見比べてるの。あのちょっと似てるかも。もういっぱい見えてきました。いいですね。見てください。この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいらっしゃいますね。おやおや。こちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージしてもらってます。ジャングルは暖かいところです。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。おーい。それどころじゃなかったです。あ、でもお尻振ってますね。お尻振った。あれジャングル語で尻マーケンという意味で、左右頭下使ってみてください。多分通じないと思います。さあ、突然ですがジャングルにらめっこ大会のお時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーブラザーズ。さあ、それではにらめっこスタート。アイワニさんの負け。マイル兄弟とだけあってね、今日も連敗記録更新です。あ、そうだ、私は爬虫類が大の苦手、お得に私でヘビがダメ。あの兄弟が本当にヘビじゃなくて、うわーあー、先に出てきた。左に体重かけて、それ右ですね、これ左左にかけて。危なかった。手が曲がりました。大丈夫ですか、皆さん無事ですか。あの、もうちょっと激しく動揺していただいて大丈夫ですよ。先にぶつかりそうになり、一度激しく動揺って場面ですからね。よろしくお願いします。お願いします。あら、うわ、皆さん大変です。カバの縄張りへと入ってきてしまいました。どうしましょう。じゃあここは襲われないようにカバのふりをして切り抜けましょう。ではみんなで口を大きく開けて、あー、いいですね、いいですね。カバになりきって大きなあくびをする。あー、本当にあくびしてる人がいる。手帳かなり傷つきました。カバにバレた、カバにバレた。あー、危ない危ない危ない。さあ逃げましょう。怖い怖い。お、太鼓の音聞こえますか。あれね、先住民たちです。先住学校で習ったんですが、先住民と仲良くするには動物の真似をすることです。ではそっち半分の皆さん、ゾウさんの真似でお願いします。はい、はい、いいですね。じゃあこっち半分の皆さん、ハリネズミでお願いします。裏側へと入っていきます。ということで恒例の滝の裏側などなど、滝の水が目に入った時にする動きは、さあ何でしょう。目に入ってくる、まばたき。見事正解です。では皆さんで片目でまばたきしてください。せーの、実
素敵なビンカありがとうございます。あら、こちらなんか不気味なとこに来てしまいました。一体ここはどこなんでしょう。あの神殿、もしかしたらジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません、でもすごく怪しい雰囲気、もうちょっと怖いですね。あ、そうだ、私たちはこのお守りがあったんだ。何かあればこのお守りが力を貸してくれる、はず。じゃあ勇気を出して進んでいきましょう。来た、これ猿の鳴き声、もしかしてジャングルの守り神。みんなでウッキーと言って答えましょう。では行きますよ、せーの、ウッキー。おお、あそこを見てください。過ごした3週間いかがでしたか。3週間あっという間でしたね。じゃあ1週間目が楽しかったよって方、いいですね。じゃあ2週間目が楽しかったよって方、はい、お、いらっしゃいますね、いいですね。でもやっぱ船長が楽しかったよって方、はい、ありがとうございます。やりたがりです、ありがとうございます。さあ、これからもね、ジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。船長熊谷からのお願いでした。さあ、これからボート狭い通路へと入ってきます。無事に船着き場に到着です。安全のため立ち上がったり、ボートから手足お荷物出さないようにお願いいたします。またボート船着き場についても下船の準備がございますので、下船の準備整うまで皆さん座ったままでお願いいたします。ボートが船着き場に着いたら、ちょっとボートの